私はゆり子。両親が経営する洋食屋で調理師として働いている。ゆり子、そろそろ上がっていいわよ。はーい。これ持って帰って、こうたくんと二人で食べなさい。これ、今度出すテイクアウトのお弁当？そうなの。試作品だけど。食べるの楽しみ。じゃあ帰るね。また明日。働いているのは実家だが、住んでいるのは別の場所。私は幼馴染で婚約者のこうたと3ヶ月前から同棲中なのだ。ただいま。お帰り。俺も今帰ってきたんだ。そうなんだ。お帰り。店からお弁当もらったから晩ご飯にしよう。助かる。ちょうど腹減ってた。そういえば結婚式だけど、会場とか出席者とか考えるの面倒だし、海外で身内だけであげちゃう？それもいいかもね。新婚旅行にもなるし、余計な心配もしなくていいか。ん？余計な心配って？何よ。何かあったの？実はさ、最近困った人に付きまとわれてるんだ。困った人？会社の人？少し前に派遣で入ってきた女の人なんだけど、なんでか知らないけどアピールされて困ってる。それってモテ自慢？そうじゃないって。俺も本気で困ってるんだよ。話が通じない人なんだ。ストーカーってこと？そう言っていいかわからないけど、何度も婚約者がいるからって断っても気にせずアピールしてくるんだよ。ちょっと怖い。コウタの話を詳しく聞くと、相手の名はさやか。年は28歳で私たちより3歳年上。初対面からコウタに猛アピールして、毎日お弁当を作ってきたり、体を密着させてきたりと激しいらしい。親父にも俺の嫁アピールするんだよ。親父も困ってた。コウタは彼のお父さんが経営している会社で後継ぎとして働いている。こう言ってはなんだが、次期社長だからと玉残し狙いで言い寄ってくる女子は過去にもいた。コウタはそういうの鈍いから気づかないタイプなのに、こうやって口にするってことはよほどしつこいんだろうな。ところで、そのさゆりさんのお弁当食べたの？まさか、怖くて絶対食べられないよ。そうだよね。じゃあ明日から私が作ってあげようか。それで彼女いるアピールすればいいんじゃない？本当？作ってくれるの？いいよ。ハートマークとかつけちゃう？ちょっと恥ずかしいけど、でもそのくらいアピールしないと会社の後輩も彼女が俺の恋人だって誤解しそうだから逆にいいかも。わかった。任せておいて。これでもプロだから本気出してラブラブ弁当作るわ。というわけで翌日から私のお弁当作戦は始まった。ただいま。ゆり子のお弁当最高だったよ。ありがとう。会社の人たちが美味しそうだからびっくりしてたよ。婚約者が作ってくれたって言ったら羨ましがられた。じゃあ会社の人には誤解が解けそうなのね。ちなみに例の彼女は？今日もお弁当渡されそうになったけど、みんなの前できっぱり婚約者が作ってくれたからって言ったよ。すごい顔で睨まれた気がする。でもこれで俺から離れてくれるならいいんだけど。しばらく作ってあげるから楽しみにしてて。うん、ありがとう。私は腕によりをかけて毎日コウタにお弁当を作った。コウタに近寄ってくる女の子たちへの密かなマウントでもあった。だが一週間ほど続けたある日。ごめん、ゆり子。どうしたの？そんな青い顔して。実は、今日お昼にゆり子のお弁当を食べようとしたら、捨てられちゃったんだ。え？あれ？俺の弁当がない。さっきまであったのに。もしかして、黄色の手提げに入ってるやつ？さっきさやかさんが持ち歩いてて、あれ？って思ったんだ。どこ行ったかわかるか？さあ、その黄色の袋。は？あ、コウタさん。ちょうどよかった。私、お弁当作ってきたんです。食べてください。いや、なんで今俺の弁当捨てたんですか？だって私のお弁当あるんですよ。いらないじゃないですか。あなたのお弁当なんて食べませんよ。どうしてですか？あなたに食べてほしくて作ったんですよ。無理です。俺には婚約者がいるんです。それに人の弁当を勝手にゴミ箱に捨てるような人の弁当怖くて食えません。弁当捨てたの？勝手に？怖っ。さやかさん、前からコウタさん狙ってたもんね。コウタさん、婚約者の弁当捨てられたの？あのすごいうまそうなやつでしょ？もったいね。何よ、婚約者は私でしょ？私のこと好きなくせに。そんなわけないでしょ。あなた先月うちの会社に来たばかりじゃないですか。だって優しくしてくれたじゃない。付きっきりで仕事を教えてくれたし、私のこと好きだからでしょ？そんなの、新しい人が入ったら普通にするよ。私、いい奥さんになれるわよ。コウタさんがこの会社の後を継いだら自慢できる奥さんになるわ。だから私と結婚してよ。なんと言われようと俺にそういう気はないんで。ほんと真面目に勘弁してくれ。あんた怖いよ。コウタさんの気持ちよくわかったわ。本当に？ええ、大丈夫よ。っていうことがあったんだ。最後わかったって言ってたけど様子が怖かったから心配なんだ。そのさやかさんはその後の仕事はどうしたの？退勤時間までいたよ。みんな彼女を見てざわついていたけど気にもしていなかった。そうなんだ。ちょっと怖いね。
ゆり子のことは知らないと思うけど、なんか嫌な予感するし気をつけてね。私は大丈夫だよ。仕事は厨房の中だし、通勤も車だから。けど心配だから。私のことより同じ職場のコータは平気なの？これからも一緒に働くんでしょ？いや、父さんに事情を話して派遣の契約を解除することにしてもらった。他の社員も今日のことで怖がってるし。じゃあ少しは安心できそうね。うん、よかった。でもやっぱり嫌な予感がする。その予感はすぐに的中するのだった。数日後、ゆり子、あなたにお客さんが来ているわよ。なんか変な感じなの。コータ君のことで話があるって。もしかして。顔を見てすぐに分かった。この女がコータの言っていたさやかだ。なんでここを知っているかわからないけど、こんなんでビビる私じゃないわ。なんでしょうか。コータさんと別れて、彼は私と結婚するの。あんな目立つお弁当をわざわざ作ってアピールして、恥ずかしいと思わないの？コータさんも言ってたわよ。必死にすがってきてうんざりだって。コータさんが愛しているのは私なの。彼の目を見ていればわかるわ。目ですか？言葉じゃなくて？言葉なんていくらでもごまかせるでしょ？へぇ。何よ。目で語られたってつまりそれ妄想ってことじゃない？違うわよ。私は毎日毎日言葉とスキンシップで愛されてますけど、一緒に住んでますし、幼馴染だし、中学からずっと付き合ってますし、お互いの両親も仲がいいですし。はぁ、だから何なの？コータさんは私に。私に何ですか？仕事を優しく教えてくれたもの。仕事って、もしかしてそれだけで愛されてるって思ってるんですか？デートは？デートに誘われたりは？したわよ。あら、ちなみにいつです？先週の休みに。先週？おかしいな。先週のコータの休みは私とずっと一緒でしたけど。それ本当にコータですか？別の人じゃなくて？ごめんなさいね。コータって優しいからよく誤解されるの。でもあの人が好きなのは昔からずっと私だけ。小学校の頃から私のことが好きだったんだって。中学になって告白されて付き合ったけど、初デートの日は緊張で前の晩一睡もできなかったって言ってた。可愛いでしょ。ちなみにプロポーズの時も緊張して汗びっしょりになってたのよ。 OK したら泣いて抱きしめてくれたの。それとコートの両親は昔から私を娘同然に可愛がってくれるし、毎年両家で旅行行くのよ。去年はヨーロッパに行って楽しかった。だから何だって言うのよ。だからあんたのつけ入る隙はないってこと、わかった？私ね、自分のものに手を出されるのが許せないの。意味わかるよね？これ以上コータにしつこくするなら覚悟してね。私はコータと違って優しくないわよ。あんたを追い詰めるために何でもするから。ああ、そうだ、私がコータに作ったお弁当ゴミ箱に捨てたそうじゃない。食べ物を粗末にする人って職業柄絶対に許せないの。それはごめんなさいでしょ。お弁当捨ててごめんなさいって言いなさいよ。捨ててごめんなさい。うん、ちなみに弁当捨てたの私が見てたら、その捨てた弁当を拾って食べさせてたからね。すみませんでした。はん、大したことない。歴史が違うのよ、歴史が。実は今までもコータを好きになってマウントを取ってきた女たちがいたが、私はその都度返り討ちにしていたのだった。そういえば例のさやかさんやめたよ。そうなの、よかったね。うん、ほっとしたよ。でも最後はおとなしくなってたけどね。へえ、何かあったのかしらね。さあ、でも最後は目も合わなかったし助かったよ。じゃあ結婚式の準備を本格的に進めようか。そうだね、海外挙式で調べておくよ。お願いね。邪魔な石が消えたので、私たちは夫婦になる準備に楽しく取り掛かるのだった。